教職教養パワーアップ講座第10回教育法規4児童生徒に関する法規の解いておきたい過去の両門を解説します講師の上武ですで後半のところです問題を解いた上でご覧いただきたいんですが後半はこれも児童生徒に関する法規というふうに言っていますが4つの問題を載せてありますで問題の1と2です で、問題の1は児童虐待の防止等に関する法律です。で、問題の2もまあ,あ似たようなまあ、問題なんですが、児童虐待の防止等に関する法律です。で、この児童虐待の防止等に関する法律については、まあ、あ社会的な関心のまあ高さというのもあってえー、出題がまあ非常に多いまあ、法律です。で。 この1番と2番どちらも正誤問題なんですが定番の選択肢というのがこの2つの問題である程度網羅できるかなというのでこの問題を選んでいます。でえっとこの場合まあ正しい1番は正しいものの組み合わせを選べです。で2番は正しいものを選べです。で えっと、まあこれ正しいものを選べということはこれ4つ誤りの選択肢があるということなので、まあ、4つ本当は解説をまあしたいところなんですが、まあ、時間の都合もあるので、まあ、重要なところを後でちょっと確認をしてから問題を見ていきます。で児童、えっと、虐待の防止等に関する法律は出題される条文というのがまあ限られているというふうにまあ考えていただいて結構です。でその中でまあいくつかちょっと条文重要な条文を確認していくんですが。 えまず気にしておいていただきたいのは第2条です。で第2条はこの定義児童虐待の定義についてです。でこの法律において児童虐待とは保護者がその看護する児童について行う次に掲げる行為をいうと。でこの「児童」というのが括弧の中です。 18歳に満たないものをいう以下同じというふうに言っていますでここでちょっと注意をしておいていただきたいのは教育の世界では児童というのは小学生もしくはまあ特別支援学校の小学部6歳から12歳までの子供のことを通常児童というふうに呼びます中学高校は生徒大学は学生ですでそういったまあ 学校段階によって呼び方を変えるのがまあ教育の世界なのに対してここでは児童というのを18歳にに満たないいいものを言うというとうっていますでこれはまあなぜこういうことが起きるのかというと教員採用試験なのでもちろん教育に関するまあ法律というのがまあ出題が多くなるわけです。ですが えー、その全てがじゃあ文部科学省が担当した法律かというとそうではないですねで今ここでは児童虐待の防止等に関する法律でこれは主管官庁というふうにまあ言うんですがその法律を作ったり改正したりするときにどの省庁がその事務をするかという、まあ、ふうな役割分担があるんですねでその中でこの児童虐待の防止等に関する法律は 文部科学省ではなくて厚生労働省が担当している法律ですつまり教育に関する法律ではなくてこれは福祉に関する法律なんですねでこの <coughs> 厚生労働省が担当する法律では児童というのは18歳未満を指します、えっと、採用試験でま出題される他のまあ法律でいうと児童福祉法という法律が出てきます でその児童福祉法も、えー、厚生労働省が管轄している法律ですので、えー、児童というのは18歳未満ですでこれも実は採用試験でまあ出題されるところなんですね一番の問題で、えー、この法律において児童とは18歳に満たないものを言う、まあ、これ正しいものですので一、まあ、は一は正しいと なのでまあこの時点で一か五ということになるわけです。で一つはその定義なんですね室内が多いのはは一つ定定義義でですでその定義の中でじゃあどういうふうに言っているかというと、えー、この下のところです第1号から第4号。で第1号から第4号のところというのはまあ えー、第一号、を例えば、殴る蹴るというのは、まあ、いわゆる児童虐待のイメージと、まあ、あっているところです。で、その中で出題が多いというか、まあ、その出題の。時に、まあ、注意をしておいていただきたいのが第四号です。で。 児童に対する著しい暴言もしくは著しく拒絶的な対応児童が同居する過程における配偶者に対する暴力、まあ、いわゆるドメスティック・バイオレンスと言われるものです、えー。その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うことと。でここで心理的外傷という言葉一般的にはまあトラウマとしてまあ知られているわけですが。 その実際の殴る蹴る具体的な身体的な殴る蹴るだけではなくて、心理的に何らかのまあネガティブな影響を及ぼすというような行為もまあそれに含まれているということになるわけです。で、こういったまあところというのは、定義の中で一般的な児童虐待のイメージとはまあ少しズレがあるかもしれませんで。 そういったところを狙ってくるというときにこの第4号を使ってくるという選択肢が非常に多いということです。でこの児童虐待防止等に関する法律で出題が多い条文というのは限られて出題される条文というのは限られているというふうに先ほど言いましたがちょっとそれを連続で見ていきます。でえー 第5条第1項です。で、ここに学校であるとか学校の教職員というのが出てきます。で、採用試験、教員採用試験で出題をされるからには、まあ何らかの関係があるということになるわけですが、えー、学校、学校の教職員というのが、他にまあいくつも列挙されている中でまあ出てきます。で、そのいくつも列挙されている中で、 この人たちはじゃあどういう人たちなのかということです。この人たちは、その他児童の福祉に職務上関係のあるものと言っています。先ほどもちょっと触れたように、この法律は厚生労働省が管轄している法律なので、学校とか教職員だけを特別扱いはしていないっていうことをちょっと気をつけておいていただきたい。つまり、 厚生労働省からら見たら文部科学省から見たら学校とか教職員はよく頑張っている非常に優秀な人たちでその人たちに任せれば大丈夫だというふうにですですが残念ながら厚生労働省から見たら学校とか教職員というのも別に何も特別なものではなくて他のいろんな職と一緒だよって言っています。でじゃあこの人たちはどういうことを期待されているのか。 というと最後のところです児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚しつまり毎日顔を合わせていれば毎日子供たちと顔を合わせていればちょっとした変化にまあ気づきやすいと。例えば明らかに転んだんじゃないようなところにあざがあるとか何らかの SOS を発信するっていうこともまあ,あるかもしれませんで、そういった意味で児童虐待を発 発見しやすい立場にあることを自覚し、児童、えー、児童虐待の早期発見に努めなければならない。毎日、えー、出会う職業なので、えー、ちょっとしたことにちゃんと気ちゃんとってかまあ、気づいてねということが期待されています。逆に言うと、学校とか教職員に期待されるのはここまでです。発見することだけです。 それ以降に関しては学校と教職員には何の期待もされていないと思っていただいて結構です。でそれがちょっと6条1項飛ばします9条1項のところです。都道府県知事は児童虐待が行われている恐れがあると認める時は児童委員または児童の福祉に関する事務に従事する職員をして児童の住所または居所に立ち入り 必要な調査または質問をさせることができると。で、その家に行って事情を聞いたり確認したりということを救助一行で言っているんですがこれあくまで都道府県知事ですつまり教育委員会ではなくていわゆる知事部局の福祉に関する課部をの職員をして立ち入らせると立ち入り調査をさせると。 いいうふうふに言っているわけです先ほども言ったように学校であるとか学校の教職員には発見ままでしか期待されていません厚生労働省の法律なので。でここを例えば、えー、児童が在籍する学校の教職員をして立ち入り調査をさせるとかっていうふうにまあすることがまあ出てきます。 要はその学校の担任の教員がそこに行って立ち入り調査をするというようなまあ選択肢出てくるんですが、えー、繰り返しですが期待されていませんそんなことは期待されていません。で,、えー、そことの関係ですねでもう一つは第6条1項です児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は速やかに えー、これを市町村都道府県の設置する福祉事務所もしくは児童相談所または児童委員を介して、えー、市町村都道府県の設置する福祉事務所もしくは児童相談所に通告しなければならないと。で、えー、児童虐待があったらそれをまあ通告するということになるわけです。で、いくつかちょっと注意をしていただきたいところがあってまず一つ目は、守護です。 児童虐待を受けたと思われる児童を発見したものって言っていますつまりこれは先ほど見たこの発見しやすい立場にある人たちの話ではなくて一般の人たちもすべてこれの対象に含まれますそしてもう一つですここの表現ですね児童虐待を 受けたと思われる児童というふうに言っています。児童虐待を受けた児童ではなくて、児童虐待を受けたと思われる児童というふうに言っています。つまり、明確な証拠がなきゃ通告しちゃいけないという話ではないんです。疑いがあれば通告する義務があるというふうに言っている。 でここの主語のところ先ほどの5条1項で出てきたこの人たちだけの話ではないということともう一つは受けたと思われる児童ですでこれを踏まえてちょっと選択肢いくつか見ておきます。で今の9条1項の話でいうと典型的なのは2です、えー、と問題1の2ですね。 児童虐待を受けたと思われ児童を発見したものはその後です慎重に一定期間の観察を重ね確かに児童虐待を受けたと確信できた場合に限って通告しなければならないと、えー、そんなルールはないんですね、えー、受けたと思われる児童を発見したら通告しなきゃいけないでこれを確実なまあ証拠がなきゃいけないというふうな選択肢を作ってくると いうのが、先ほどの条文でいうと、定番の作り方です。それが括弧の2です。で、括弧の3は、これは定義のところです。最後のところです。著しい暴言または著しく拒絶的な対応は、児童虐待の行為ではないと。で、直接向けられた児童に直接向けられた暴力行為であり。 これが体罰に当たるということはまあ先ほども言ったようにまあイメージとまあ合致するんだと思いますがまあここのえ激しい暴言であるとか一時的に拒絶的な対応というのもまあ対象になるということでございますでいくつかちょっとまあ答えはテキストの出ているのでちょっといくつか重要な選択肢だけ説明していきますで「正しいものを選べ」なんですが えー、これ自体は例えば1学校教育を行うものはでこれは先ほども言ったように、えー、発見することしか期待されていないので、まあ、違うとそして2都道府県知事は児童虐待が行われていると認めた場合に限りで先ほどのところもそうですが行われている恐れがあるこ,ここです。 受けたと思われる児童そして受けている恐れがあると認めるときは、えー、立ち入り調査ができると言っているわけです。で東京都のこの2の選択肢は児童虐待が行われていると認めた場合に限りというふうにまあ言っているというんでまあここが違うということがまあわかるかと思います。 児童虐待の防止等に関する法律については、まあ、全国的なまあ傾向を見ると出題される条文というのは、まあ、ある程度限られていますので特にまあここで説明したような部分を中心に整理をしておいていただければというところでございます。そしてもう一つが、えー、いじめ防止対策推進法です。でいじめ防止対策推進法は年にできたまあ比較的新しい法律と いうことに、まあ、なるんですが。え二、ー、つ、まあ、問題を、挙げて、えやります。で、その中で、ちょっと、この場合、まあ、この問題の場合は、正しいものには余る、誤っているものには罰と。いうこと。なんですが。えー、ちょっと、ここの。話というのを、まあ。見るときに。まず括1、括弧一、括弧一、これ違うんですが、括弧一。です。 こいいはこれ定義この法律においていてじめとはというののでで定義の問題ですで定義義問題すはまあ比較的問題が作りやすいところなのでちょっと条文を見ておきます。でこの法律においていじめとは児童等に対して当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う 心理的または物理的な影響を与える行為インターネットを通じて行われるものを含むであって当該行為の対象となった児童が心身のの苦痛をを感じているものを言うとで、まあ、この問題はともかくとして一般的な部分でいうとこの「心理的または物理的」「なんとか的」という言葉が並んでいるというところで、まあ、問題を作るというパターン。 そして最後のこの心理的または物理的というのとこの心身の苦痛というのはまあリンクをしているわけです。どちらもだよと。そしてインターネットを通じて行われるものを含むいわゆるネットいじめと言われるものもいじめのうちの一つだよと。で、今の問題はこの最後のところです。当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものを言うと。 で、この選択肢自体は、まあちょっと細かいんですが、心身の苦痛を継続的に感じているものを言うと。で、継続的に感じるということは、まあある程度の時間連続してそれを受けてなきゃいけないということになるわけですが、まあそうではないよと。実際の法令としては、条文としてはそうじゃないよということです。もう一つが、これ、括弧二。 ですえっと、誤り罰なのは、えー、12で他はまは正しいのでとりあえず2この罰のところの2つの説明です。選択肢をどういうふうに作るかというところで正しい条文と、まあ、ちょっと比較していきます。で学校は当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため当該学校の複数の職員により構成されるいじめの防止等の対策のための組織を置くものとすると。 でこれ自体はまあそういうものなのかなというふうにまあ思われるかもしれません。で条文としてはえこちらです22条です。で22条はえ学校は当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うためそのあまです。でその後です。 心理福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者により構成されるというふうに言っています。で選択肢はじゃあどうだったのかというと選択肢2では当該学校の複数の教職員により構成されるというふうに言っています。でですので えー、ここのところというのは教員だけでまあ組織するというふうに言っているわけですが実際の条文では複数の教職員以外にまあ専門家なんかが入るよというふうに言っています。でこれもまあ出題の多い条文なんですが。 えー、いじめの防止等のための対策はいじめが丸一の児童等に関係する問題であるとそして児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう学校の何を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならないとで、これはもう定番の問題っちゃ定番の問題なのでもう条文まあ何度も見たことあるかと思いますが三、えー、条 <laughs> で今の問題はこの第1項から作ってきた問題です。でこれはまあ生徒指導関係何でもそうなんですがいじめだけではなくて不登校であるとかそういったものについてもそうなんですが特定の問題を持っているから何かが起きるということをまあ イメージするんです、ね、教員手教員手っていうか、えー、例えば自分のクラスの中で新しく来年からこの子たちを担任するという時にあこの子はちょっと問題児だなというまあ最初にある程度根踏みをするわけですでそういった問題を抱えているということは心理的には教員の中にはあるんですがある、まあ、多くの人はあるんだと思うんですがここでは全ての児童とつまり特定の児童の問題ではないよと。 それが先ほどちょっと出てきたこの特定という選択肢ですねある問題を抱えているからいじめの、まあ、いじめるともしくはいじめられるということではないと。どういう子であっても明日はいじめられる側になっているかもしれないしいじめられる側だった人がいじめる側になっているということは、まあ、近年の分析では簡単に起こるということですね。 ででもう一つです学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として。でこれは学校内において生後問題なんかだと学校内においてというふうに変わっているというようなことがまあよくあるんですが学校の内外を問わず。で先ほど見たように インターネットを通じて行われるものを含むんですねいじめの定義は。ということは学校の中だけの話ではないということですね。でそれが学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならないということの意味です。そうするとここですね学校のまあ内外を問わず。 まあ意味わかんないですね学校の敷地を問わず意味わかんないでし学校の場所まあ学校の場所を問わずはまあちょっとどういうところに位置してる学校かっていうことですが、まあ、ここは内外を問わずというところが正しいということでございますでもう一つこの第3条は出題がまあ多い条文なんですがこの第2項のところ最後ちょっと説明して終わりにしますで、えー、いじめの防止等のための対策はここはまあわかるんです すべての児童等がいじめを行わず、および他の児童等に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないようにすると。で、いじめの場合には、いじめる側といじめられる側というのがいて、この両者だけでいじめって出来上がってるんじゃないんですね。その周りに傍観者がいて、 その当事者と関係ないから自分はいいやという傍観者がたくさんいるという構図なわけです。でその傍観者にになならないようにすると要は、えー、それを解決するために例えば告発するとか間に入るとかそういったことがまあ求められているという点でこの傍観者という問題も、えー、合わせてこの第2項で指摘されているということもまあご存知でおいていただければと。 いいう,うに思いますで、児、え、童、ー、虐待の防止等に関する法律についてもいじめの防止等に対すいじめ対策防止対策推進法についても出、まあ、題が多い条文というのは、まあ、比較的少ない、まあ、限られた条文ということになりますのでそういったところ、まあ、テキストに挙げているような条文を中心に、まあ、最後の対策をしていただければというふうに思います。 では少し駆け足になってしまいましたが児童・生徒に関する法規の講義を以上といたします。